ムアムワン。スタミナです。アムアムワールド、アム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 、ありがとうございます。本日のゲスト、マックス鈴木さんです。よいしょありがとうございます。前回もこちらのお好み焼き道頓堀板橋志村店さん、はい、で撮影させていただいて、はい、早食い対決をさせていただいたんですけど、はい、今日は引き続き、はい、僕の師匠であるフードファイターマックス鈴木さんと今回早食い対決。ありがとうございます。いいですか、2回目僕らがやるメニュー、これ何ですか。はい、今日のメニューこちらです。メガ豚玉、どーん、メガ豚玉、はい、こちらのメガ豚玉も焼き終わっても完成している状態です、はい、こちらを早食いして、早食い、これ味付けとかするんですか。もちろんです。お、なるほど。それも自分の好みでいきます。いきましょう、はい、好みでいきましょう。好みで、もうソースと。ありがとうございます。ありがとうございます。マヨはあるんで、で、かつお節とかもあります、はい、あの、はい、メガ豚玉の早食い対決ですよね。はい、そうですよ、そうですよ。なんか何ですかこれ。このこれは、早食い対決終わらせてから打ち上げです。あのプライベートに踏み込むのやめてもらっていいですか。え、はい、事件はね、いつもね、あれですよ、あの現場でも聞いて。なりそうだったんですけど、すいません、なんか、はい、これもじゃ全部食べるってことですか。これもう今のうちに頼んどこうと。しかもなんかさっき店員さんが、はい、メガ豚玉あと2つですよね、うん、みたいな言ってましたけど、うん、これだけじゃなくて、でもぶっちゃけていいですか、はい、この、 あの早食い対決しようって時にメニュー美味しいのありすぎて気づいたらこんなに頼んでたんですよ。だって俺はこれ僕らのせいじゃないですよね、うん、どっちかというと道頓堀さんのメニューが美味しそうすぎる、そう、魅力的すぎるんですよ。メニューが悪い、逆クレームだもん。美味しそうすぎるんですよ。抑えた方ですよね。抑えた方ですよ、これでも、うん、気使って、なんならもうステーキ、うん、誰からもう買うのも、もうちょっと食ってるんですよ。でもね、一つ言えるのは食べる前からもう美味しいは確定してますから、はい、皆さん、はい、ぜひ来てください。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。アムアムワールド、じゃあ早速早食い、はい、やっていきますか。僕じゃあもうここ行っちゃいますよ。ジャーンと、なんかあれですね、はい、攻めっ気ありますね、はい、先ほどの感じと違うじゃん。もう、はい、もちろんです。あー、出た、お、出た、見たことあります、これ、あー、いいっすね、より美味しそうな、そっか、そうやってやるんだ。いいっすか、僕も。あ、どうぞ。こうっすかね。早く本番終わらせて食べたいです。もうそっちになんか最悪な印象ですよ。うわー、いいな。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあ行きますか。変で。じゃあもう、大丈夫ですね。かつお節、青のりはなしで。あ、ちょっと青のりだけ。あ、いきます。青のり好きなんだ。そう。うわ、めっちゃ美味しそう。それでは。やってやりますよ。2連勝。あげんで。お皿を何もない状態にして、あって口開けて何もなかったら勝ちです。わかりました。はい。
それではいきます。じゃあ宮下さんまた、はい、ファイブカウントでお願いします。ファイブカウントでいきます。はい、お願いします。5、4、3、2、1スタート。食べにくさとかもありますもんね。ちょっとこれ豚やべえ豚がなんかすごいでかいんですよこれ。あ、確かに厚さはえうわうわうわ、顎の力と今度は量があるんで、分厚いですね。分厚いです。もう600g。うわでか、一口やっぱ。マックスさんの最初どんな感じだった？いやスタートから途中まではもう圧倒的にリードされてる感じだった。あ、マックスさんに、うん、で後半の追い上げでいやもう勝てないだろうと思ったところが一気にグッとスタミナが縮めたところあったけど、やっぱり量があると強い。俺もう日本一って名乗るのやめようかな。いや勝ったんですから。いやーすごい。ということで今回の対決は、はい、1勝1敗ということで、ですね、はいはい、逆にいいですね。なんかこうまだ一番大事なところでまだなんかこうお互い決着がついてないぞみたいな、今後もなんかありそうな。一生いっぱいですからね。一生いっぱいで、はい。じゃあ結果どうなんだよっていう。はい、そうですね。はい。かなり実力を伯仲してると思います。いやでもありがとうございます、本当に。やっぱでも量多いと全然勝てる気しないですわ。僕は本当ただの30メートルが速い選手みたいな、陸上選手。じゃあ僕100メートル以上。100メートル以上の、はい。やっぱプロは違います。はい、あのプリン食っていいですか？ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。もう俺は我慢できない。はい、ということで、エンディングです。もうね、今日いっぱい、道頓堀さんで、食べさせていただきまして、この後もいっぱい、打ち上げをやる予定なので、はい、楽しんでいきましょう。打ち上げ始めてます。打ち上げ、はい、始めちゃってください。すいません、まさか、はいはい、プリンアホみたいにうまいです。うまそう、これね。道頓堀たぬきのプリン、美味しそうですね。じゃあもうこれどんどん食べていきましょう、打ち上げでね。はい、ということで、本日の動画は以上です。あっ、早い早いよ。チャンネル登録といいねボタンよろしくね。バイバーイマックス鈴木さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。打ち上げ、みんなみんな道頓堀さん、ありがとうございました。みんなも来てねー。